兵庫県の斉藤知事によるパワハラ疑惑などをめぐり日本維新の会は斉藤知事に辞職を求め出直し知事選を求める申し入れを行いました斉藤知事に置かれては知事の職を辞され自身の立場と説明に対して民意を問い直すことを要請します維新は申し入れで県政運営に支障が生じ始めていると指摘し出直し選挙で 県民の真を問うのが適切だとしました維新は2021年に行われた前回の知事選で斉藤氏を推薦していましたこれに先立って斉藤知事は今朝批判や指摘は真摯に受け止めるとしながらも辞職要求に応じない考えを示していました